それでは結果を今か今かと待ちになっていた皆様も多いかと思います。ただいまより小田原エスタホイ踊り2023レギュレーションコンテストの審査発表を行います。今年もコンテストに参加してくださった全てのチームに賞を贈らせていただきます。審査員の合計得点の上位3チームが大賞、準大賞となります。各賞におきましてはそれぞれのテーマに合った演舞に対して贈られます。なお時間の都合上ステージ上での表彰は大賞、準大賞、ご登壇いただいているご来賓審査員の各賞とさせていただきます。大賞、準大賞の発表は演舞曲のイントロを流しての発表となります。ご自身のチームの楽曲が流れたら該当するチームの方は前の方にお越しいただきます。私の手元に結果が来ております。実行委員長は発表にあたって何かコメントはありますか？年々本気なチームが増えていたり、年々楽しく踊ってくれるチームが増えていたりして、この文化祭りとしての根付きを感じています。25周年において本当にそれを感じる一部の演舞を私も横から見させていただきましたが、感謝しかありません。どのチームも大賞だと思うんですけど、この後いろいろな賞が用意してありますので、ぜひ皆さんにお持ち帰りいただきたいと思っています。ありがとうございます。それでは手元に結果の用紙が届いております。審査もかなり難航した様子がこの用紙からは見て取れます。それでは大賞から発表となります。演舞曲のイントロが流れます。表彰状、小田原エスタホイ踊り2023コンテスト大賞、連殿キーチームは小田原エスタホイ踊り2023レギュレーションコンテストにおいて全ての部門を総合した結果、最も優秀な成績を収めました。ここにその栄誉を称え表彰いたします。2023年9月16日小田原エスタホイ踊り実行委員会実行委員長柏木忠義、おめでとうございます。ありがとうございます。大賞受賞された皆さんには表彰状、そして先ほどの結果を見ますが、大賞受賞者にエスタホイ踊りが贈られます。耳のぼりは準備あるでしょうか。大賞カーテン、はい、耳のぼり、はい、こちらもお待ちください。おめでとうございます。